元 NMB48 1期生がその当時の裏話をファンの方の質問に答えつつ語りません。語りません。行きました。さあ、ということなのでちょっとせっかくだから、はい、私のチャンネルでも門脇さんやってくださいよ。いいや。いや、似てへんわ。似てへん。似てへんわ。いや、大変やから。なんか楽しかったけど、めっちゃ久々に楽しかったよね、うん、楽しかったけど、やっぱ年齢ってちゃんと体に出るんだ。取れた気がする。わかるわかる。そうね、体ちょっとスッキリするよな。やっぱたまには動かなあかんわ。ほんまやで、うん、ちょっと続けよこれ。そうしよう。さあ、ということで、はい、まあ、かなこちゃんのでは北県と、はい、ドントルックバック、はい、やったじゃないですか。取れましたね。そう、だからせっかくだから、はい、超アイドル曲を一緒に踊って、はい、お、奈々ちゃんの動画の方でも、はい、超アイドル曲、はい、え、なんか踊りたいもんあんの？もう決めた。もう決めてんの？はい。え、なになに？今回は、はい、イビサガール踊ります。イビサガール？うん。え、水着になればいいの今から？なってくれんの？あの、でも下は、うん、あのユニクロのエアリズムのパンツやけどいい？そんなん言っちゃうの？ツルツルのやつやけどいい？あれめっちゃ好きって動画でもめっちゃ言ってんのよ。あれやけどいい？いい、そこまで。てか、思ってんけどな、そもそもな、うん、なんか、あのこれ奈々ちゃんの動画でもさ、うん、さっき私の方の動画撮っての流れやからしゃあないねんけどさ、うん、私の方でも踊りたいって言ってさ、うん、格好これやで。いいの？恥ずかしすぎ。え、できるなら着替えたいよ。さっきなんか来る時に着たさ、うん、またぎみたいな上のなんかあれやん、上着。ちゃんとジャケット着てきました。またぎじゃないの？またぎじゃないの？あ、違うよ。かわいいジャケット着てきたのよ。あれで衣装チェンジもありやけど、どうするに。上だけ衣装チェンジ。いやいやいや、いいわもうこれで。イビサガールね。イビサガール踊ろう。懐かしい、紅白で歌ったもんな。そうやね。なん、だって唯一のアルバムのリード曲なのに、うん、テレビとかにも出してもらったやんか。確かに。普通そんなことないからさ。ありがたいね。ね、だからちょっと思い出深い曲でもあります。ちゃんとしてんな。ちゃんとしてんな。やめて、そういうの恥ずかしいから。よし、じゃあイビサガール。イビサね。はい、かわいい。
めちゃめちゃ好きやってんけど、なんか知らんけど好きやった、うん、しかもめっちゃ覚えてんのが、うん、イビサガールの時さ、うん、さっきも言ったみたいにアルバムやのにめっちゃいろんな歌番組に出させてもらったやん、うん、ずっとナナちゃんと一緒にいたイメージあんねん。確かにいたかも。なんか写真とか見返したらかなことの写真多い。そ仲良しやん、仲良しやん。まあ番組も一緒やったから、まあ確かにずっと一緒やったもんな楽しかったね。楽しかった。なんかいろいろ思い出したわ。なんか一人で踊るよりやっぱりなんか二人とか誰かと踊った方が楽しいな。そうやな。たまにはカメラなくても踊ろう。踊ろう。いい運動になるな。ダイエットだからなるわ付き合ってな。うん、付き合って。いつでも付き合うからということで、かなこありがとう。ありがとうございました。では皆さん、よかったなって思う方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また見てね。バイバイ。バイバイ見てへんからな